こんにちは、九条陸です。今回は福島県の民話と日本昔話になります。今回は全11話を収録していて、家に住み着いている貧乏神と協力して福の神を押し出すといった変わった面白い話や、なぜかお地蔵さんをおもちゃにして遊んでいる時の方が罰が当たらないといった可愛らしいお話など、少し変化球のある話もあって面白い内容になりました。後半の福島の雑学も含めて、ぜひ最後までお楽しみください。足長手長。昔々、会津の盆地に、どこからともなく、恐ろしい魔物が現れました。その怪物は、足長手長という、夫婦の魔物です。夫の足長は、その名の通り、とても足が長く、どんなに遠くても、足を伸ばせば届きます。妻の手長はとても手が長く、どんな遠いところのものでも座ったままでひょいっとつかむことができました。この足長手長の夫婦は、なぜか会津の土地が気に入ったようです。妻の手長は磐梯山の頂上に座り、夫の足長は会津盆地をひとまたぎしています。手長よ、そろそろ始めるか。はいよ、足長。二人の魔物は声を掛け合うと、足長の足がぐんぐんと伸びて、あちこちの雲をつかんでは、会津盆地の上に集めます。雲は畑仕事をしている人たちの頭の上を覆い、みるみるうちに、あたりは暗くなっていきました。今度はおめえだ、手長。はいよ、足長。今度は手長が、長い手で、猪苗代湖の水をすくってばらまきます。それは大粒の雨となって、畑仕事をする人々の上に降りかかりました。ははは、見てみろ、あの慌てぶり。愉快だね、足長。足長と手長のせいで、会津は暗い雨の日が続きました。村人たちはほとほと困りました。このままお天道様が出なければ、家の大根が枯れてしまうぞ。このまま作物が枯れてしまったら、オラたちはどうなるんだ？そりゃ飢え死にしかねえ。なんとかならねえか？なんとかって言っても、相手があんな魔物では。こんな村人たちを見て、足長手長は大喜びです。そんなある日のこと、ボロボロの衣をまとった弘法大師というお坊さんが、この会津の村にやってきました。これはひどい。荒れ果てた村の様子に驚いた弘法大師は、村人たちに話を聞きました。よし、その魔物を懲らしめてやろう。弘法大師はそう言うと、すぐに磐梯山の頂上に登りました。そして頂上から、大声で言いました。足長手長、わしはここを通りかかった旅の僧じゃ。
姿を見せんか。弘法大師の声に足長と手長が現れました。はははなんじゃ人間の坊主か。人間にしては大きな声を出しよるわ。足長手長、わしの言うことをよく聞け。お前らはどんなことでもできると思っとるだろうが、どんなに頑張ってもできんことがあるぞ。何を言うか、この世の中にわしらにできぬことなど何一つないわ。そうか、ならばわしの言う通りにやってみろ。もしできなければ、お前たちはすぐにこの会津の土地を出ていくのだ。よし、わかった。どんなことか言ってみろ。ただし、それができたら、お前を食ってやるからな。弘法大師は、懐から小さな壺を取り出して言いました。足長手長よ。お前らは随分と大きい。だから二人一緒に、この小さな壺に入ることはできんじゃろ？どうじゃ、参ったか。はっはっは。なんだ、そんな簡単なことか。では行くぞ、テナンガ。あいよ、足長。二人は声を掛け合うと、みるみるうちに小さくなって壺の中へ入ってしまいました。すると弘法大師はにやりと笑って、壺の蓋をキュッと閉めました。突然蓋を閉められて、足長と手長はびっくりです。こら、ここから出せ！早く蓋を開けろ！開けねば壺を壊してやるぞ！壺の中で足長と手長が暴れますが、壺はびくともしません。バカ者、人々を苦しめた罰として、お前らは二人とも永遠に壺の中に入っておれ。弘法大師はその壺を磐梯山の頂上に埋めると、上に大きな石を乗せて、二度と出られないようにしました。ちっくしょう、この壺はなんで壊れないんだ。壺には弘法大師の法力がかかっているので、足長や手長の力では決して壊れません。やがて二人は諦めたのか、静かになりました。すると弘法大師が壺の中の足長と手長に言いました。お前たちは山の守り神として祀ってやるから、村人たちのために尽くすがよいぞ。こうして足長と手長は弘法大師によって退治されたのです。ウソゴロウと羽扇。むかしむかし、岩城の国のあるところに、怠け者で嘘つきの嘘たれウソゴロウという男が住んでいました。あまりひどい嘘をつくので、怒った村人たちはウソゴロウを捕まえて、山の高い木の枝に逆さ吊りにしてしまいました。するとそこに天狗が、天狗の宝物の羽扇をパタパタと仰ぎながら空を飛んできて。一体何をしておるのじゃ？と尋ねたのです。
逆さまになって見る景色はいいぞ。どうじゃ、天狗様もやってみんかね。面白そうじゃな。しかし、どうやってぶら下がるんじゃ？オラが教えてやるから、ちょっと下ろしてくだされ。ウソゴロウはうまく天狗を騙して、天狗を木の枝に逆さ吊りにすると、取り上げた羽扇をパタパタと仰いで、京の都まで飛んでいきました。都を歩いていると、立派な屋敷の前に、娘の病気を治した者は婿に迎える、と立て札がありました。ウソゴロウは屋敷の人に、娘さんはどんな病気だね、と尋ねました。すると屋敷の人は、声を潜めながら答えました。それが、おならの止まらない尻なり病なのです。よし、来た。オラが治してやる。ウソゴロウは娘の座敷に入ると、羽を置きで娘のお尻を仰ぎました。するとおならはピタリと止んで、娘も屋敷の人たちも大喜びです。そして家の主人に、ありがとうございました。ぜひとも娘の婿になってください。と頼まれました。それは願ってもない話だが、ちょっと待ってください。ウソゴロウは羽扇をパタパタと仰いで、天狗を逆さ吊りにしている山へ飛んで帰ると。天狗様、すまなかった。お詫びの印に都のお酒を持ってきた。たんと飲んでください。と、天狗を木の枝から下ろしました。その後、ウソゴロウは改めて都に登ってとても良い婿になったということです。山へ入らない日。昔々、ある深い山に入って漁をしている一人の漁師がいました。この漁師の漁のやり方は、他の漁師たちとは違っていて、まず、山奥の高い木に見張りの櫓を作って、そこで一夜を明かします。そして夜明けに、餌を探しにやってくる鹿を、鹿寄せの笛を吹いて、おびき寄せて、櫓の上から鉄砲で撃つというものです。ある日の夜明け、漁師は昨日から登っている櫓の上で目を覚ますと、早速、鹿寄せの笛を吹きながら、あたりを注意深く伺っていました。するとすぐ目の前の藪の中で大きな物音がしました。目の前の草木が風もないのにガサガサと揺れています。漁師は傍らに置いてある鉄砲を手にして動く草木をじっと見つめていました。すると藪の中から出てきたのは、お釜の蓋ほどもある大きな女の人の顔で、乱れた髪は地面まで垂れ下がっています。化け物じゃ！びっくりした漁師は思わず鉄砲を木の下の草むらの中へ落としてしまいました。女の化け物は
ニタニタと気味悪く笑っています。漁師は尻餅をついたまま立ち上がることもできませんでしたが、幸いなことに化け物はそれ以上近づかず、落とした鉄砲を奪おうともしません。しばらく漁師を見つめながら笑っていると、藪の中へ姿を消してしまいました。漁師は櫓の上から降りると、鉄砲のことも忘れて逃げ出しました。走って走ってやっと家に着いた途端、安心したのかそのまま倒れて気を失ってしまいました。数日後、正気を取り戻した漁師は、心配して集まっていた近所の人たちに、山奥で出会った化け物の話をしました。それを聞いていた一人の老人が言いました。なるほどの。だがそれは、お前があまりにも殺生をするからだ。命があったからよかったものの、二度とそんな目に遭いたくなければ、殺生をやめることじゃな。漁師はそれっきり、漁師をやめてしまいました。このことがあってから、漁師の村では、10月の17日を山神様の祭り日として、絶対に山に入らないことにしました。もしもこの日に山へ入ると、必ず化け物に出会うと言われています。下切りすずめ。昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんがいました。心の優しいおじいさんは、一羽のスズメを飼っていました。ある日、スズメがおばあさんが作った海苔をツンツンとついて食べてしまったのです。このいたずらスズメ。怒ったおばあさんは、スズメを捕まえると、なんとハサミで、スズメの舌を切ってしまいました。チュン、チュン、チュン、と、スズメは泣きながら、藪の中へ逃げていきました。まもなくおじいさんが、仕事から帰ってきましたが、スズメの姿が見えません。おばあさん、わしのスズメはどこに行ったかの？あのいたずらスズメ、私の海苔を食べてしまったから、舌をハサミで切ってやったわ。なんと、かわいそうに。心の優しいおじいさんは、舌を切られたスズメのことが心配でなりません。大丈夫だろうか。ご飯はちゃんと食べているだろうか。よし、探しに行こう。おじいさんは、スズメの逃げた藪に、スズメを探しに行きました。おーい、おーい、スズメやスズメ、下切りスズメはどこにいる？すると藪の陰からチュンチュンとスズメの鳴く声がします。おじいさん、ここですよ。スズメの家は
ここです。やぶの中からスズメたちが大勢現れました。見ると、舌を切られたスズメもいます。おお、すまなかったな。どれ、舌は大丈夫か？ああ、よかった。これなら大丈夫だな。スズメの舌を見て、おじいさんはほっとしました。ありがとう、おじいさん。さあさあ、私たちの家で休んでいってくださいな。スズメたちは、みんなおじいさんをスズメの家へ連れて行きました。そしてみんなでスズメ踊りをしたり、おいしいごちそうをたくさん出してくれました。おじいさんは大喜びです。それでは暗くならないうちにおいとましよう。スズメさんたち、ありがとう。おじいさんがお礼を言って帰ろうとすると、スズメたちは大きなつづらと小さなつづらを持ってきました。おじいさん、お土産にどちらでも好きな方を持って行ってくださいな。スズメたちが言いました。ありがとう。でも、私はこの通りおじいさんだから、あまり大きなつづらは持つことができない。小さい方をいただくとしよう。おじいさんは小さなつづらをお土産にもらうと、背中に背負って帰っていきました。そして家に帰って、スズメのお土産を開けてみると、なんと中には大判小判に宝石やサンゴなどの美しい宝物がたくさん入っていたのです。スズメたちは優しいおじいさんにみんなでお礼の贈り物をしたのです。まあまあまあ、なんていいものをもらったんでしょう。私も欲しいわ。スズメのお土産を見て、おばあさんは羨ましくてなりません。どれ、私も行ってもらってこようかね。おばあさんはスズメの家へ出かけて行きました。そしてスズメの家に無理やり入ると。ごちそうも踊りもいらないよ。すぐに帰るから、早くお土産を持ってくるんだよ。はい、では、大きなつづらと小さいつづら。大きいつづらに決まっているだろう。おばあさんは大きいつづらを受け取ると、急いで家へ帰っていきました。しかし、なんとも重たいつづらだね。でもそれだけお宝がたくさん入っている証拠だよ。家までもう少しでしたが、おばあさんはつづらの中にどんなものが入っているのか見たくてなりません。どれ、何が入っているか見てみようかね。おばあさんは道端でつづらを下ろすと、中を開けてみました。きっと、大判小判がザックザクだよ。ん？
なんとつづらの中には、ムカデに、ハチに、ヘビ、そして恐ろしい顔のお化けたちがたくさん入っていたのです。助けておくれ。おばあさんは一目散に家へ逃げ帰りました。そしておじいさんにこのことを話すと、おばあさんはかわいいスズメの舌を切ったり、欲張って大きなつづらをもらったりしたから、罰が当たったのだよ。これからは生き物をかわいがっておやり。それから決して欲張らないようにね。おじいさんはおばあさんにそう言いました。牛になるまんじゅう。昔々あるところに、一軒の粗末な宿屋がありました。おばあさんがたった一人いるだけでしたが、とても親切そうなおばあさんだったので、時々泊まっていく人がいました。ところが不思議なことに、宿屋に泊まった人は、みんな姿を消してしまうのです。そしてその宿屋には、お百姓仕事もないのに、牛を何頭も飼っていました。ある時一人のお坊さんが、この宿屋に泊まりました。よく来てくれました。さあ、ゆっくり休んでいってください。おばあさんは一生懸命お坊さんをもてなしました。ほほう、見かけは悪いが、なかなか親切な宿屋だ。お坊さんはとても喜んで寝床につきましたが、その真夜中、ごそごそと音がするので目が覚めました。はて、何の音だろう。お坊さんは起き上がって音のする方の部屋をこっそり覗いてみました。するとどうでしょう。おばあさんがいろりの周りにせっせとごまの種をまいているのです。おや？あんなところにごまの種をまいて、一体どうするつもりだろう？不思議に思いながら見ていると、床の上にみるみるごまの芽が伸びてきて大きくなりました。おばあさんはそれを摘み取り、何やら怪しげな粉と混ぜ合わせて、美味しそうなおまんじゅうを作りました。これは面妖な。しかしあのおまんじゅう、どうするつもりだろう。お坊さんは怖くなって逃げ出そうと思いましたが、こんな真夜中では、どこへ行ってよいかわかりません。仕方なく部屋に戻って夜が明けるまで我慢していました。すると朝早くおばあさんがお皿におまんじゅうを乗せて持ってきました。お客さん、朝ごはんの代わりにまんじゅうを食べてください。いやいや、これはあのおまんじゅうに違いない。そう思ったお坊さんは、いやいや、ゆうべごちそうをいただいたから、まだお腹がいっぱいです。と言って、断りました。
するとおばあさんはがっかりして部屋を出て行きました。その時、近くの部屋で、モーという牛の鳴き声がしました。お坊さんがびっくりして駆けつけてみると、部屋からおばあさんに惹かれた牛が出てきました。これは一体どうしたのです?お坊さんが尋ねると、なに、私の飼っている牛が部屋に上がり込んでしまったんですよ。と、おばあさんはニコニコしながら牛を庭の方へ連れて行きました。その時、牛の出て行った部屋を覗いてみると、お客さんの荷物が置いたままです。わかったぞ。あの饅頭を食べると牛になるんだ。お坊さんの思った通り、おばあさんは宿屋に泊まったお客を牛にして牛飼いに売っていたのです。なんて恐ろしいことを。でもお坊さんは何食わぬ顔で、すまんが今夜も泊めてもらいます。と言って宿屋を出て行きました。そしてお坊さんは町で本当の饅頭を買うと、その日の夕方、宿屋へ戻ってきました。するとおばあさんは、お腹が空いたでしょう。すぐに夕ご飯を作りますから、それまでこのお饅頭でも食べていってください。と言って、牛になる饅頭を出しました。するとお坊さんは町で買ってきた饅頭をその横へ置き、いや、私も饅頭を買ってきたところです。おばあさんの饅頭も美味しそうだが、こっちも食べてみてくださいよ。と言いながら、牛になる饅頭と素早くすり替えて、おばあさんに渡しました。それなら、先にあなたの饅頭をいただきましょうか。そう言っておばあさんは、お坊さんに渡された饅頭を食べました。するとその途端、おばあさんの姿は、みるみる牛になってしまったのです。こうしてお坊さんは、恐ろしい宿屋の主人を退治したのでした。子供の好きな地蔵さん。昔々、ある村の道端に小さなお地蔵さんが転がっていました。村の子供たちがお地蔵さんをゴロゴロ転がして遊んでいると、通りかかったお百姓のおばあさんが言いました。こら、お地蔵様をおもちゃにするとはなんともったいない。このお地蔵様は、ババがもらっていくよ。そう言っておばあさんは、背負っていたカゴの中に地蔵さんを入れると、村外れの見晴らしのいい丘の上に持っていきました。そして草花を備えて、祀ってあげたのです。すると不思議なことに、お地蔵さんをおもちゃにして遊んでいた子供たちが、次々と熱を出したのです。子供たちの熱は、
何日も何日も収まりません。どうしたんだ？まさかお地蔵様の罰か？家の人たちが心配していると、一人の子供の親の夢にお地蔵さんが現れて言いました。子供たちと遊びたかったのに、丘の上などに祀られても面白くもない。早く子供たちと遊びたい。子供の親たちはびっくりして、早速丘の上からお地蔵さんを村へ連れてきました。そして病気の子供の家をお地蔵さんを連れて一軒一軒回ると、子供たちはすっかり元気になったのです。親たちは大変喜んで、地蔵さんを子育て地蔵と名付けました。そして地蔵さんが転がっていた道の傍らに、小さなお堂を建てて祀ることにしたのです。やがてこの子育て地蔵の話は、近くの村々へも広がっていきました。子供が病気で困っている人たちは、地蔵さんを借りに来て、しばらくその子と一緒にしておきます。すると子供はすぐに元気になり、親たちはお礼として、お地蔵さんに可愛らしい着物を着せてやるのだそうです。今では毎月、28日に村のお堂に集まってみんなでお祭りをするそうです。お花とゴンベイ。昔々ある村にお花という狐とゴンベイというタヌキが住んでいました。二匹とも化けるのがとても上手です。ある日のこと、お花とゴンベイが道でばったりと出会いました。ゴンベイはわざと丁寧に言いました。お花さんは化けるのがとても上手だそうだけど、オイラとどっちが上手かな？さあ、どっちが上手か、化け比べをしてみないとわかんないわ。それを聞いた途端、ゴンベイが腹を立てました。よし、そんならどっちが上手か、化け比べをしよう。いいわよ。明日の晩、おみやさんの境内へ来てちょうだい。お花はそれだけ言うと、帰って行きました。女のくせに、なんて生意気な狐だ。見ていろ。必ず任してやる。だが、何に化けたらいいのだろう。ゴンベイは何に化けたらお花に勝つか。一生懸命に考えました。何しろお花の化ける花嫁姿は、ゴンベイも惚れ惚れするぐらい綺麗で、いつも人間の娘さんと間違えてしまいます。それに、化けるのが上手なゴンベイでも、男なので花嫁姿にだけは化けることができません。さて一方、狐のお花はというと、ゴンベイったら、どうせ私に勝てっこないのに。まあいいわ、もう二度と化け比べをしようなんか言い出せないようにしてやる。と言って、何度も何度も花嫁姿に化ける練習をしました。さていよいよ、
化け比べの夜になりました。お花はいつものように花嫁姿に化けました。練習をしただけあって、本当に美しい花嫁姿です。そしてお花は本物の花嫁みたいに恥ずかしそうにうつむきながらお宮さんへ行きました。ところが、鳥居をくぐろうとして、ふと下を見ると、ほかほかと湯気の立っているまんじゅうが落ちているではありませんか。お花は思わず、唾を飲みました。あたりを見回しましたが、ゴンベイはまだ来ていないようです。ふふふ、今のうちだわ。お花は急いでまんじゅうを拾って、口の中へ入れようとしました。その途端、まんじゅうがパッとタヌキに変わったのです。あははは、いくら美しい花嫁に化けても、やっぱり食いしん坊な狐だな。はははは。恥ずかしくなったお花は、花嫁姿に化けているのも忘れて、尻尾を出したまま逃げてしまいました。貧乏神と福の神。昔々、ある村に、とても貧乏な男がいました。働き者の男ですが、いくら働いても、暮らしはちっとも楽になりません。それというのも、実は男の家には、貧乏神が住み着いていたからです。そんな男に、村の人たちが嫁の世話をしました。この嫁は美人な上に働き者で朝から晩まで働きます。いい嫁子だ。よし、わしも頑張るぞ。男は以前にも増して働くようになりました。そうなると、困ったのは、貧乏神です。なんとまあ、よく働く夫婦じゃ。これでは、ここに居づらくなってきたの。わしは、どうすればいいんじゃろう。と、だんだん元気がなくなってきました。それから何年か経った、ある年の大晦日、男の家では、わずかながらもごちそうを用意して、ゆっくりと正月を迎えようというとき、ウェーンウェーンと、天井裏から泣き声が聞こえてきます。おや？誰じゃろう？男が見に行くと、なんとも汚い身なりのおじさんが一人、声を張り上げて泣いていました。あんたは一体誰かね？わしか、わしは貧乏神じゃ。ずっと昔からこの家に住んでおったのに、お前ら夫婦がよく働くもんで、今夜、福の神がやってくるちゅうんじゃ。そしたらわしは出ていかんとならんのだ。男は自分の家の守り神が貧乏神と聞いて少しがっかりしましたが、それでも神様は神様です。下の部屋に降りてもらって嫁に訳を話しました。
そして貧乏神がかわいそうになった男は、ついこんなことを言いました。せっかく長いことおったんじゃ、これからもずっとここにおってくだされ。すると、嫁も口をそろえて、そうです、そうです、それがいいです。どこへ行っても嫌われ者の貧乏神は、初めて優しい言葉をかけられて、今度は嬉し泣きです。こうしているうちに、夜も更けて、除夜の鐘が鳴り始めました。これが、神様の交代する合図です。その時、トントントンと、戸を叩く音がしました。こんな夜更けにどなたですじゃ。ははは、お待たせお待たせ。わしは神の国からはるばるやってきた幸福の使い。誰もがわしを待ち望む福の神だ。ついに福の神がやってきました。福の神は貧乏神に気がつくと、なんだ薄汚いやつめ、まだおったんか。はよ出ていかんか。力ずくでも追い出すぞ。だが貧乏神も負けていません。何をと福の神に突進しましたが、痩せてひょろひょろの貧乏神とでっぷりと太った福の神では勝負になりません。それを見ていた夫婦は、あ、危ない。貧乏神様、負けるでねえぞ。それを聞いて驚いたのは、福の神です。なんで？なんで貧乏神を応援するんじゃ？夫婦は貧乏神と一緒に、福の神を家の外へ押し出します。わっせいわっせいと、とうとう三人がかりで、福の神を家の外へ押し出してしまいました。追い出された福の神は、あぜんぼうぜん。わし福の神よ。中にいるのが貧乏神。貧乏神は嫌われて、福の神は大切にされるはずなのに、これは一体どういうこと？首をひねりながら、すごすごと引き上げていきました。やった、やった。次の日は、めでたいお正月です。貧乏神も一緒に、お正月のお祝いをしました。それからというのも、貧乏神のせいで、この家はあまり金持ちにはなれませんでしたが、それでも元気で幸せに暮らしたということです。あの世への迎え。昔々、会津の殿様のもとに、直江山城の神兼継という家老がいました。ある時、三室寺正蔵という山城の神の家臣が、些細なことから家来の一人を殺してしまいました。それを知った殺された家来の身内の人たちは、家来だからといって、大したことでもないのに、お手打ちとはひどすぎる。と訴えを起こしました。これを聞いた山城の神は、不憫なことをしたが、どうやっても死んだものは帰らない。手厚く弔い、それなりのお金で勘弁してもらえ。と、銀貨20枚を、
身内の者たちに与えるように言いました。けれども身内の者たちは納得せず、訴えを取り下げようとしません。私たちは金などいりません。あくまでも殺された本人を返していただきたいのです。それを知った城下の人々からも、同情する声が高まってきました。身内の訴えはもっともだ。直江様は家臣をかばいすぎる。すると山城の神は、殺された家来の兄と叔父、甥の三人を呼び出して、こう言いました。死んだ者を返せと言うが、どうすればよいのじゃ。それほどまでに言うなら、本人を呼び戻すほかあるまい。すまぬがそなたたち三人で、これから閻魔大王のところへ行って、連れ戻して参れ。山城の神は、三人を橋のたもとへ連れて行くと、そこで三人を切り殺してしまったのです。そして橋のたもとに、次のような立て札を掲げました。我が家来、三室寺正蔵が家来を成敗したが、身内の者たちが嘆き悲しんで、本人をどうしても呼び返してくれと申して聞かない。そこで身内の者の三人を迎えにやることにした。閻魔大王様、先にそちらへ行った者が、ぜひ三人に返してくださるよう、恐れながら願い上げる。慶長二年、二月七日、閻魔大王殿へ、直江山城の神兼続。この立て札を掲げてから、町の人たちは、恐ろしくなって何も言わなくなりました。山城の神のやり方を、さすがは山城の神、と褒めたたえる者もいましたが、随分と身勝手で残酷な処置だ、と山城の神を恐れて恨む者たちも随分いたそうです。ちなみに山城の神は、それから22年後の12月19日に60歳で亡くなりました。万蔵と馬。昔々、小坂峠のふもとの村に、万蔵という若い男がいました。万蔵は心の優しい正直者で、毎日のように馬の背に荷物を乗せて峠を越えていました。ある日のこと、万蔵は人に騙されて大事な馬を取られてしまいました。馬を取られては荷物を運ぶ仕事ができません。馬はないが仕事をしないと食っていけないしな。仕方なく万蔵は背負えるだけの荷物を背負って自分一人で荷物を運ぶことにしました。万蔵が夕暮れの峠の道を登っていくと、旅姿の老人がしょんぼり椅子に座っています。どうした、じいさん。万蔵が尋ねると、老人は、実はお金を使い果たしてしまい、朝から何も食べておらんのじゃ。というのです。そりゃお気の毒だな。よし、おいらに任せておきな。万蔵は老人を元気づけると、知り合いの茶屋へ連れて行きました。
ここで2、3日、ゆっくり体を休めていくといい。お金はオイラが何とかするから、心配するな。たくさん食って、早く元気になるんだぞ。万蔵は、老人を茶屋の主人に頼むと、そのまま仕事に戻りました。次の朝、荷物を背負った万蔵が昨日の峠に来てみると、またあの老人が椅子に座っていました。でも今日の老人は黒毛のたくましい馬を5頭も連れています。老人は万蔵を見つけると、にこやかに言いました。昨日はどうもご親切に、お礼にこの馬を差し上げよう。町へ行って売りなさい。こんなに立派な馬を、あなた様は、どこの旦那様で？万蔵が尋ねると、老人はにっこり笑い。この峠の上の、稲荷大名人の使いのものじゃ。と言って、そのまま煙のようにスーッと消えてしまいました。なんとも不思議なことじゃ。万蔵は老人に言われた通り、5頭の馬を引いて町へ行きました。するとそれを見かけた殿様の家来が、素晴らしい馬だ。これは殿様にふさわしい。と、馬を5頭とも買い上げてくれたのです。こうして大金を手に入れた万蔵は、その大金で峠に稲荷大明神を祀るお堂を作り、峠越えで苦しむ人たちを助けたということです。うぐいす長者。昔々のある寒い冬のことです。お茶売りの男が山道を歩いていると、いつの間にか竹やぶの中にいました。どうやら道に迷ったらしい。男が薄暗い竹やぶをさまよっていると、ふと大きな屋敷の前に出ました。こんな竹やぶの中にお屋敷とは。屋敷の庭には、季節外れの梅が咲いていて、とても良い香りが漂ってきます。ほう、なんとも良い香りじゃ。すると突然、若くて美しい4人の娘たちが、梅の木の陰から現れました。あら、珍しい。人間の男の人だわ。どうぞ、家の中にお入りくださいな。男は、娘たちに案内されるまま、屋敷の中に入っていきました。すると屋敷の中から、もう一人の女の人が出てきて、言いました。私は娘たちの母親です。どうぞ、今夜は、泊まっていってください。そして母親と娘たちは男をごちそうでもてなしました。次の朝、母親は改めて男に言いました。ここは女だけの家で、あなたのような男の人が現れるのを待っていました。娘は4人おりますから、誰でも好きな娘の婿に
なってくださいませ。男にとっては夢のような話です。わしでよければ喜んで。こうして男は長女の婿になりました。やがて冬も終わり、暖かい春がやってきました。ある日母親が男に言いました。今日は日和が良いので、娘たちを連れてお花見に行ってきます。すみませんが、留守番をお願いします。もし退屈でしたら、家の蔵でも見ていてください。きっと気に入ると思いますよ。でも、四つ目の蔵だけは、決して開けてはいけません。わかった。四つ目は見ないよ。さて、女たちの出かけた後、男は何もすることがなくて、ぼんやりとしていました。暇じゃ。そうじゃ、蔵の中でも見てみるか。男はまず、一番目の蔵の戸を開けてみました。すると、ザーザーっと、波が男の足元に押し寄せてきました。不思議なことに、蔵の中には、真夏の海が広がっていたのです。空にはカモメが飛んで、真っ白い砂浜には、カニがいます。海は気持ちがええの。それから男は、二番目の蔵を開けてみました。そこには、美しい秋の山がありました。赤や黄色に色づいた木々があり、大きな柿の木には、真っ赤な柿の実がなっています。もみじに柿とは風流じゃのう。次に男は三番目の蔵を開けてみました。すると中からビューッと冷たい風が吹いてきました。蔵の中は一面真っ白な雪景色です。寒い寒い。冬は苦手じゃ。男は寒そうに身を震わせると、四番目の蔵へとやってきました。そして戸を開けようとした男は、母親が出かけに行った言葉を思い出しました。四つ目の蔵だけは、決して開けてはいけませんよ。開けてはいけないと言われると、余計に見たくなるものです。約束はしたが、ちょっとぐらいなら大丈夫だろう。男は我慢しきれずに、四番目の蔵の戸を開けました。ほう、これは見事だ。蔵の中には暖かい春が広がっていました。さらさらと流れる小川のほとりには、桃色の花が咲いた梅の木があり、梅の木には五羽のうぐいすが楽しそうに飛び交っています。ウグイスがとても美しい声で鳴きました。ウグイスじゃ、綺麗じゃな。でもウグイスたちは男の姿を見ると、びっくりしたように鳴くのをやめて、どこかへ飛んで行ってしまいました。
それと同時に、周りの景色が変わり、男はいつの間にか竹やぶの真ん中に立っていたのです。あれ？蔵は？屋敷は？男がキョロキョロとしていると、どこからともなく母親の声が聞こえてきました。約束を破って、四番目の蔵を開けてしまいましたね。私たちは、この竹やぶに住むウグイスです。今日は日和が良いので、みんなで元の姿に戻って遊んでいたのです。あなたとは、いつまでも一緒に暮らそうと思っていました。しかし、姿を見られたからには、もう一緒に暮らすことはできません。さようなら。そんな。男は仕方なく、一人で山を降りて行きました。ここからは福島県の雑学になります。福島県ではまんじゅうを天ぷらにする文化がある。福島県ではまんじゅうを天ぷらにする文化があります。この天ぷらまんじゅうはスーパーなどにも普通に売っているそうです。そして中に入っているあんこは粒あんではなく、こしあんを入れるのが定番。郷土料理でもあり、家庭料理でもある、県民に愛されている料理です。福島県の郷土玩具、赤べこは、幸運を呼ぶ赤い牛と言われている。赤べこは幸運を呼ぶ赤い牛ですが、その見た目は豚のようにも見えます。福島県の中でも主に会津若松市で作られ、ゆらゆらと揺れる首が特徴です。幸運の象徴として愛され、厄除けとしても親しまれています。福島県にはネギを箸の代わりにしたネギそばがある。福島県のネギそばはネギを箸の代わりにして食べるそばです。おそばにネギが一本ついており、そのネギを使用しておそばをすくい取って食べます。ネギは薬味としてそのまま食べてもよい。千円札に載っている野口英世は、福島県出身の偉人である。福島県で生まれた野口英世は、医者であり、細菌学者でもありました。主に梅毒や黄熱病などを研究していて、ノーベル賞の候補にも3度上がるほどの功労者でもありました。しかし、自身が研究していた病、黄熱病の研究中に自身も罹患し、現在のガーナ共和国で51歳という若さで亡くなりました。福島県の納豆の消費量は全国1位。福島県は納豆の消費量が全国1位です。1日3パック食べるのなんて普通、なんて人もいるとか。ちなみに納豆といえば
茨城県が連想されますが、茨城県は福島県に次ぐ第2位となっています。福島県の中学校では毎年芋煮会が開催される。県内の中学校では毎年主に秋に芋煮会が開催されることが多く、近くの河原などで芋煮を作り振る舞う行事が開催されます。福島県のご当地グルメ、浪江焼きそばの特徴は麺が極太。福島県のご当地グルメ浪江焼きそばの特徴は麺が極太であることが挙げられます。安くお腹いっぱいになるようにと約50年前に考案されたこの焼きそばは、福島県内でも特に浪江町のソウルフードとしても知られています。具はもやしと豚肉だけですが、麺が太い分食べ応えは十分にあります。福島県の郷土料理ドブ汁に使われる魚はあんこう。ドブ汁はあん肝を煎った後、鍋にあんこうと野菜を入れ、あんこうの身とお野菜から水分が出たところで味噌を入れ味を整える福島県の郷土料理です。ちなみにドブ汁はあんこう鍋のルーツともされています。悲劇の舞台と語り継がれる会津藩士で形成された平均16歳前後の部隊の名は白虎隊。白虎隊は若者がたくさん自陣したその最後から今もなお会津の悲劇として語り継がれている部隊です。白虎隊は会津藩士の子供などで構成された平均年齢16歳前後と非常に若く、中には13歳の少年が年齢を偽ってまで志願するなど若き闘志あふれる部隊でした。当時様々な部隊が結成されていましたが、白虎隊が最も若い部隊だったと言われています。今でもある福島県の観光名所、大内宿は、江戸時代の宿場町の名残。大内宿は宿場町として栄えていた江戸時代の名残です。わらぶき屋根の民家が街道沿いに立ち並ぶ集落で、現在は観光名所として受け継がれ、蕎麦屋などの飲食店やお土産屋さんなどがあります。福島県民は冷やし中華にマヨネーズをかけて食べる。福島県民は冷やし中華にマヨネーズをかけて食べる習慣があります。他県ではあまりないことですが、福島県民はこれが通常なので、他県で同じことをすると驚かれるそうです。エンディングです。最近ね、プラネタリウムを見に行ってきたんですよ。ここ3日4日前くらいではあるんだけど、今回見てきた内容が聖地巡礼っていうものを鑑賞してきて、
で、この聖地巡礼っていうタイトルの漢字がね、聖が本来聖人の聖に土地の地じゃんなんだけど、今回はその聖が星で、星に土地の地に巡礼っていう、まあ内容のプログラムを見てきたのね。中身がね、三つのね、まあ土地、星にゆかりのある土地をちょっと旅するような感じで、かつ、まあ、そこにある、うん、星の物語というか、を見てきたんだけども、いやー、久しぶりに見たんだけどさ、プラネタリウム、やっぱいいなと思って、その土地の風景を見せつつ、最後には、最後というか、途中からは、星のお話なんだけどさ、ほら、東京って星が見えないじゃん。だからプラネタリウム行くんだけど、まあ、地方だったらプラネタリウムわざわざ行く必要もないかなっていうか、というのも、ちょっと思うんだけど、まあ、別物ではあると思うけどね。映像としての面白さと、実際にある自然を鑑賞するっていう面白さではまた別だとは思うんだけどさ、東京では見れないから、うん、定期的にと言えばいいのか、プラネタリウムを見に行くんだけどさ、今回の内容は3つの星のゆかりのある土地が、三重の伊勢志摩と長野の野辺山と沖縄の多良間島だったのね。いやー、映像がとっても綺麗でさ、その三重の伊勢志摩を最初紹介した時に、多分おそらく朝かな、朝の神秘的なところの雰囲気と神社がその中の写真というか映像で出てくるんだけど、めちゃくちゃ綺麗でさ、でかつそこでのお話は、まあ、日本神話とまあ関わるようなお話だったんだけどさ、全部で40分ぐらいなのね、プラネタリウムって。そのコニカミノルタが出しているコニカミノルタプラネタリウムって全部通すと40分の内容なんだけど、でこの中の3つがあるんだけどさ、今の3つが、それでもすげえなんかボリュームを感じるようなさ内容で、で長野は野辺山のところを紹介するときは、大自然の山とかを、そのドローンみたいな、多分ドローンだと思うんだけど、ドローンからの空中撮影を通して綺麗な山々と、あとは、そこには宇宙電波観測所、まあ天文台のようなところがあって、まあそこういうのがあるから、星にゆかりのある土地なんだよ、みたいな、そんな紹介をしてて。で、沖縄は、沖縄もやっぱいいなと思ったのが、多良間島、沖縄ってめっちゃ島があるらしいじゃん。で、その中の多良間島っていうところだったんだけど、全く山もない平らな土地で、やっぱそういうところはすごい景色も良く、かつ海は綺麗じゃない？当たり前のように。で、天の川だよね。その土地ごとに、この3つの土地ごとに見える星空を流してくれるの。それがすっごい良くてさ、沖縄はやっぱりよく見える。まあ多分夏とかだと逆に見えにくいのかもしれないけども、まあでも今の時期とか多分よく見えてくるんだろうね。まあどこもそうだとは思うんだけどさ。で、天の川に関するお話とかもあってめちゃくちゃ良かった。だからさ、こういうのを見てきて、その土地を知りつつ、かつ綺麗な風景を見つつで旅をしてるような感覚プラス、その土地の星に関するお話も混ざってるっていう、このね、40分間が最高の時間でしたね。もっと長くやってほしいなって思うな、本当に。いいんだよ、120分とかね、それぐらい作ったって。まあ難しいんだろうけどね。いろんなところがさ、その協力してて、それこそさっきのところで言うと宇宙電波観測所のところだったりとか、多良間島では市町村の民間の なんて言うんだっけ、まあ市役所的なところとかが協力してたりとか、やっぱそういうねところが協力して出来上がってる作品っていうのは、なんかほっこりというか温かい気持ちにもなりつついいなって思いましたね。
で、やっぱこれを見てきて、その聖地、その星の地を網羅してみたいなって思ってさ、まあその全部が全部そこの土地だけにから見えるその星の物語だよっていうのは多分ちょっと難しいと思うんだ。だから今回で言うと、まあちょっと長野にある野辺山は宇宙電波観測所っていうところと星を、まあ星を見るものだからさっていう形で、まあつなげたものだから、そこにあの星の物語があるかっていう、その土地に物語があるかって言われると、またまあそういう意味で見ちゃうと別だとは思うんだけども、でもね、星にゆかりのある土地ではあるじゃない。だからそういう意味で、まあそこら辺は広くとってさ、意味合いは広くとっていいから、日本のその聖地を全部見てみたいな、網羅してみたいなっていう風に思いましたね。いや、よかった、いい時間でした。あと最近なのかなんだけど、あのウェルカムドームっていうものを今コニカミノルタプラネタリウムではやってて、まあどういうものかっていうと、その映画もさ、見るとさ、最初のまあ10分ぐらいとかで、まあ映画予告だったりとか、まあ何かしらのものを映像流してるじゃないですか。ウェルカムドームはあの丸い球体の半球のようなところに自分たちが入って、そこで映像が映し出されるような内容じゃないですか。それをね、うまく使って、その10分間、映像が始まる、入り開けて映像が始まるまでの10分間の間で、今の時期のその映像が流れているというか、今回はハロウィンをの映像がね、ループ映像って言えばいいのかな、が流れててね、めちゃくちゃおしゃれだった。これね、公式 LINE のとかでは流してはいるんだけど、写真ね、流してはいるんだけど、めちゃめちゃ良かったな。多分、だからさ、今後、クリスマスとか、桜とか、お正月とかもあるしね、だろうね。だからいいなと思って、これもね、自分が今回行った楽しみの一つでもあったんだよね。だから今後どういうものが映像として出てくるのかなっていうのが、また楽しみなものでもあったね。あとこれを見てきて改めて思ったのが、星空鑑賞会みたいなライブ配信やってみてもいいかなって思ったんでね。まぁ、ちょっと公式 LINE の登録者限定のライブ配信とかにもなるかもなとか、ちょっと考えたんだけど、そのやっぱさ、プラネタリウムのいいところって、映像を見ながら星の物語をまあ楽しめるっていうのがすごいいいじゃない。で、通常のまあ何回かライブ配信でも、プラネタリウムとかを読んだことはあるんだけど、やっぱ星を見ながら見る、あ、聞くプラネタリウムの物語っていいよなって思って、だから時々さ、その流星群とかやってる、あ、まあ流れるじゃないですか。なのでその時に合わせてライブ配信とかを、まあちょっと限定にはなるけど開いてみて、で皆さんは自分の土地で場所で星を眺めながら、ぜひあの自分の朗読を聞いてほしいなっていう風に思ったので、まあそういうこともちょっとやってみてもいいのかなって思いました。だからそういうのも今後できたらいいかなとか思ってはいるので、ぜひよかったらね、公式 LINE の方登録とかしてみてね。概要欄の方に載せているので、いつもぜひぜひよろしくお願いいたします。ではここからは朗読の振り返りでございます。今回は全部で11話と、あとは雑学でしたが、いかがでしたでしょうか。どの話が好きになりましたか。自分的には、まあ、印象深いといえばいいのかは、下切り雀と貧乏神と福の神かな
いやー、下っきりスズメね、おばあさんがさ、ちょっとスズメがつついたものがあったじゃない。それで、あれ食べちゃったんだっけな。で、そこに怒って、舌を切るっていうね、すごい、その、かわいそうなことやってて、おい、何やってんだよと、ちょっとね、読みながら思っててさ。まあでも、最終的には、その、ね、他にも多分スズメがいるような場所で集まっておじいさんを、まあ温かく迎えて、で、来たおばあさんには、まあ、その、やってくれたことに対する仕返しというか、をするっていう内容だったんだけど、ちょっとね、やっぱスカッとする。最後はちゃんとスカッとする。で、おばあちゃん、おばあさんも更生した感じかな。まあね、知ったっていうところが、まあ、ちょっと感情がいろいろ動いたよね。何やってんだよ、お子だぞっていう状況から、かわいそうだねっていう感じに進み、で、よかったよかったとか、かわいいなとか、で、うん、そうだぞ、よくないからなっていう感じでっていう、終わるっていうね。反省しろよって。そういう風に感情が動いたお話だったね。あとは貧乏神と福の神は、シンプルに、面白いなって思いましたね。普通は、福の神がさ、まあ、おもてなしを受けるというかさ、喜ばれるじゃん、来て。なのに、貧乏神がかわいそうだからと、貧乏神と仲良くなって、福の神を追い返すっていう、あのお話はすごいなって思った。で、まあ、その分、貧乏のままではあるけども、貧乏神含めて3人で仲良く楽しく暮らしてるんだろうなっていう終わり方がほっこりするような内容だったからすごい良かったなっていうふうに思いましたね。他にもまあいろいろいい作品はあったんだけど、特にこの2つかなって個人的には思いましたね。あとは雑学で言うと、まんじゅうを天ぷらにするやつ。あれどういうこと本当に美味しいの？福島県民さんぜひコメントで教えてほしいんですけど、まあ、個人的に思ったところは、その、粒あんではなくこしあんだっていうところはよくやったっていう感じではあるんだけど、自分もこしあん派だから。だから、そこはよしよしって思ったんだけど、いやでもそもそも前提としてうまいのかっていうふうに思うんだよね。あんこがさほど、そんなに好きっていうほどでもない。たまに食べるのが美味しいなっていうふうに思ってた。あ、でもさ、最近さ、脱線しちゃうんだけど、ここ夏になるとさ、暖かくなってくる時期だとさ、そういうコンビニとかではさ、中華まんのやつがなくなるじゃないですか。豚肉、ピザまん、あ、じゃ、豚肉じゃない。豚まん、ピザまん、あんまんとか、他にもなんかその時限定のものとかっていうのがあるじゃないですか、冬とかは。でも、夏になるとそれが出てこなくて。なんだよ、夏にでも売ってくれてもいいんだけどなって個人的には思うんだけど、やっとね、最近になって復活し始めたというか、そういうのが売り出される時期になってきたからすごい嬉しいね。で、自分は個人的にあんまんが一番好きです。皆さんは、あんまん、ピザまん、肉まん、どれが1位ですか？ぜひ教えてね。家でさ、本当にうまいんですか？まんじゅうを天ぷらにするっていうのは。全然想像ができないんだけど。何が、その、まんの部分。まんの部分って言ったらあれだけど。中華まんの部分が、カリカリになるの？で、ま、中身大丈夫？ぐにゃぐにゃになんない？いや、もうそもそもぐにゃぐにゃかもしんないけども。それ以上になんか水っぽくなるような、なんかそういう風にちょっと思えちゃったんだよね。そこは美味しいんだろうか。あとは大内塾のネギそばだよね。実はね、大内塾行ったことあるんですよ。で、その時はただ見て回っただけで、あ、今思えばネギそば食べておけばよかったなっていう風にちょっと思ったんだけど、すごいね、雰囲気はあるところでした。大内塾ね、本当に山ん中なの。で、何もないの、そこ以外は、今は。多分そこを、昔はそこから別の何かに続いてて、もっと、なんか今のように町と町が繋がってるみたいなものはあったのかもしれないんだけど、今は本当に山の中にそこしかなくて。
で、ただの観光名所になってたね。いや、他あったんかな？なかったと思うんだけど、記憶としては。で、そのところにポツンとそれだけがあって、そこだけがね、観光名所として賑わってたんだよね。ね、あの、わらぶき屋根がね、なかなか見ないよなっていうものが。もしかしたら東北の上の方とかに行くとあんのかな？なんかそういうイメージ。いや、ちょっとあるのはあるんだけど、雰囲気のあるところで、なんか、天狗とかいそう。いそうな気がする。精霊とか。すごい清い雰囲気にはなってそうだね。ネギそば食べときゃよかった。あれはネギ、ね、ネギですくうんだよ、そば。すくいやすいの？いや、絶対すくいにくいと思うんだけど。でも、まあ、そこが面白いんだろうね。あたふたするというか、ネギで、いや、食べにくいんだけどもっていうのをちょっと面白がりつつ、まあ、毎回バリバリ食う人は、ネギ一本食う人はいないのかもしれないけど、まあ、たまに、その、3回に1回とかは、軽くネギを、ね、口の中にボイッカリっていう風に入れつつ、蕎麦を食べるっていうのが美味しいんだろうね。いやー、食べたくなってきた。今度行ってみよう。っていうのが自分の中では雑学ではこの二つが特に、あ、そんななんのっていうのと、あ、行ってきたっていうのでね、思い出しながらっていうのでも楽しい雑学でしたね。皆さんも面白かったですか？では最後はコメント会でございます。今回は、新見南吉さんの優しい話8選の回ですね。にみなきちさんのね、お話もね、可愛いお話多いですよね、優しい話で。エリナさんからいただきました。外国の方です。英語でね、書かれてて、あなたの声はとても落ち着く。ありがとうございます。みたいな感じで書かれてありました。ありがとうございます。頑張って、返信を、日本語とりあえず書いて、で、翻訳の方に載せて、もう英語ほんとダメなの。何回か話したことあるんだけど、国、社、数、理、英とかのさ、代表的な5カ国じゃない、5科目と、あと、家庭科とかさ、図工とか、そういうマイナーって言うとあれだけど、の教科あるじゃない。そういうのを全部合わせて一番英語がダメなんですよ。なので、ちょっと、拙いながらも、その、日本語を、なんとか英語の翻訳機とかも使って直して返信はさせてもらったんですけども。まあ、今回もね、ちょっと英語に苦手で、下手くそではあるんですけども、頑張って読んでお返ししようと思います。いきますよ。Thank you for your comment, Elena. Sorry for the short reply because I can't speak English, but please comment again if you are like. です。苦手感すごかったでしょ。コメントありがとうございました。またよかったらね、ぜひコメントください。では続いて、浜竹さんであってんのかな？間違ってたらごめんなさい。浜竹もこさんからいただきました。優しいナレーターの声に癒されました。とても。でんでん虫かしら？それぞれ。多分選んでくれたのやつかな？もしかしたら。でんでん虫がいいかしらっていう感じかな？それぞれ心温まるお話ですから。ですもん。ありがとう。そしてもう一つ、良いお話をありがとう。力強く行きましょうといただきました。コメントありがとうございます。いいですか？良かったですかね。あのさ、読んでると思うんだけど、ちょっとほんのちょっとだけど、今話してる声と読んでる時の声ってトーンがちょっと違うと思ってるので、一番いい声のトーンはおそらく響く声のトーンは今話しているトーンではあると思っているんだけど、どこかに聞かせようとするとちょっと
ワントーン上がるというか、この電話に出る感じだよね。電話出るときちょっと声上がるじゃない？あれのような形で、まあ上げすぎずではある形で読んではいるんだけど、それでも、いや、優しい、いい声だと言ってくれるね、方々がいて、すごい嬉しいです。心温まるお話で心温かくなりましたでしょうか？よかったです。ありがとうございました。では、村上由紀さんからいただきました。2と5でしょうか？ 2 が飴玉。5が、5なんだったっけ？あ、王様と靴屋か。王様と靴屋ですね。いただきました。最初は2と3。飴玉と2匹のカエル。から聞いていくうちに迷った挙句ですけど、1もなんだかいいですね。でんでん虫の悲しみね。何度聞いても最後の2つは可愛らしさと切なさを覚えます。まあ、代表作だからね。手袋を買いにとゴンギツネは。ヒガンバナは子供ながらにゴンギツネで知った気がします。で、五教科、音楽科、図工、体育が2つ。みたいな感じでいただきました。コメントありがとうございます。前回のね、最後のトークのところで五教科が全然出てこなくて、なんでかというと小学校でちょっと考えてて、小学校って英語ってさ、今は多分必須ってあるのかもしれないけど、自分の時はなかったから、国語、社会、理科、算数、あとなんだっけみたいなで体育が出てきちゃったんだけど、ね、中学校からね英語が出てくるから、それだと思ってミスってしまったんだよな。2と5か。飴玉ね、飴玉もすごい仲良く、二人仲良くをできるようにっていうお話で、すごいほっこりするお話だよね。で、5もね、王様と靴屋。いや、こういう内容好きなんだよな、自分、本当に。お忍びで自分の評価を、まあ、それをさ、第三者視点で見に行くっていうのは、ちょっとやっぱね、見てるっていうのはすごいいいなっていうふうに、好きだなって思いましたね。二つはね、手袋を買いにとゴンギツネはね、ゴンギツネはね、優しい話ではあるんだけど、ね、最後はどちらかというと切なさが強く覚えるような作品だよね。生きててくんねえかなって思うんだけどさ、手袋を買いには本当に大好き。ああいうお話をぜひたくさん知ってる方がいたらコメントでどんどん教えてほしいなって思います。コメントありがとうございました。では春市さんからいただきました。おはようございます。朝聞いてくれたのかな、いや違うな、多分夜聞いて朝にコメントいただいてるっていう感じだよね、多分寝たから。やっぱりゴンギツネですね。何回聞いても泣いてしまいます。飴玉もいいですね。2と8です。みたいな感じかな。ありがとうございます。といただきました。結構2人気だね。思った以上に。いや、飴玉はね、すごいいいなって思うから、選ぶ人もそれなりにいるのかなっていうふうには思ってはいたんだけど、2人気なんかな？ね。これ聞いてる方もぜひよかったら、どれが良かったか教えてね。まずそもそも聞いてなかったら聞いてほしいんだけど、ぜひ聞いて、教えてほしいなっていうふうに思います。コメントありがとうございました。では、ヨウさんからいただきました。リックさん、こんばんは。私はやっぱり手袋を買いにが好きです。今日もありがとうございます。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。コメントありがとうございました。手袋を買いにね、いやー、これもちょっとドキドキするシーンってあるじゃないですか。手袋を買いに。その、手をさ、本来、左手を出すみたいなところ、こっちの手を出すところを間違って、右手を出してしまったみたいなさ、その瞬間あるじゃん。だけど、人間さんも、ね、それを、あ、これは人間ではない。っていうのを分かりながらも、優しく求められてるものに対して答えるっていうところで。人間はいいものかしらっていうね、よかったってほっとしたっていうところがあるからいいよね。いやでもこれ俺個人的に思うのが、お母さんよって毎回思うんだけど、正直ね、お母さん、なぜお母さんはさ、その人間が怖いって思ってるわけじゃない、なのになんで子供を一人行かせるみたいな
ていうのを毎回思ってる、本当に。いや、よくないでしょ、みたいな。止めないよ、みたいな。何あの、せめて頑張って二人で行こうよっていうふうに毎回思うんだけど。ねえ。どうも、みんなは。コメントありがとうございます。では、じゅんさんからいただきました。リックさん、こんばんは。でんでん虫のお話は自分に言われてる気がして考えさせられました。といただきました。ありがとうございます。でんでん虫のお話はね、自分だけが悲しいだけじゃないんだよっていうさ、そういうある種教訓になるお話だったとは思うんだけども、結構この考えってさ、まあ別に陥ることが悪いわけではないと思うんだけど、ただもう一歩考えてみて、他の人も言ってないだけで見せてないだけで悲しいことだったりとか辛いことってあるんだよっていう風にね、っていうところをさ教えてくれる作品ではあるじゃない。だからね、人によってはちょっとズーンっていう風に、そんなこと言わないでよっていう風に思ってしまうものなのかもしれないけども、でもこれだけ短い中でかつ可愛らしいちっちゃいあの存在を通して教えてくれるっていうのはやっぱすごいなっていう風に思いましたね。新見なきさんの才能というのかね。まあでもいいと思うよって思う、シンプルに。なんか言葉は悪くなるちゃうとは思うんだけど、悲劇ぶるというかさ、いや何が悪いんでちょっと思うんだけど、あ、それを人に出すというか、分かってよみたいな、私これだけ辛いんだからっていうのを露骨に出すみたいなさ、人に出すっていうのはあんま良くないと思うんだけど、他の人だってそういうなんかいろいろ抱えてる部分はあるんだから、でも別にそれを出さないのであればね、自分は悲しい、今辛いっていう風にね、することは全然悪くないという風に思っていて、それで心が守られるのであれば、まあ人によってはまあ逃げるってるというかさ、そういう風な捉えかねないような状況というか行動かもしれないけども、でもそういうのがね、必要な時期だって時間だってあるし、それを乗り越えたからこそ次のステップに進めるっていう風になるわけだから、まあ泣いて泣くからこそ、一旦海を出し切るからこそ次に行けるっていうね、そういうのがあるんだからさ、全然ね、悲しいことがあるのであれば、そういう風に自分に対して優しくなるというか甘くなるのはいいのではないかなっていう風に思いましたね。では島田さんもコメントいつもありがとうございます。では、ああ、今回も長くなってしまったな。エンディングトークっていつも15分で終わらせようと思ってるんだけど、毎回どんどん最近伸びてくるんだよな。短くなるように努めます。まあでも、エンディングトークは、本当にこのチャンネルをすごい好きになってくれた。全然朗読だけを楽しんでくれる、でも別にいいんだけど、そういうライトな楽しみ方をこのチャンネルを使ってしてくれてるっていうのは全然いいし、それが朗読を楽しみたいとか、よく眠れる睡眠導入として使うっていう、どんな意味においてもライトに使うやり方も全然いいんだけど、でももっと深くこのチャンネルを好きになってくれて楽しんでくれるのであれば、こういう風な形で、まあできる限りいろんな形で皆さんに楽しいとか面白いとかを届けられたらなっていうふうには思ってはいるので、ぜひ少しでも朗読以外も興味が出たとかっていうことがあったら、ぜひエンディングトークの方も、今ってどれぐらいなんだろうね。エンディングトークを結構途中からやり始めたから、今何回目になるのかちょっとわかんないんだけども、ぜひ他の作品のエンディングトークとかも聞いてくれたら嬉しいなって思います。では、皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございます。そしてコメントもたくさんいただきありがとうございました。
今回は、優しいお話の、コメント回でしたが、毎回このように、数が多くなってくると、全部を返せないことにはなってくるんだけど、ぜひぜひ、今回の福島の昔話、あと雑学について思ったことなり、エンディングトークになって、思ったこと、聞いて感じたことなどがあれば、何でも大丈夫です。ぜひコメントいただけると、励みになります。頑張ります。って思えるので、ぜひコメントください。では、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また次回の朗読をお楽しみに。おやすみなさい。またね。